今回のお店は栃木県佐野市にある朝日が昇り屋さんです。開店が20時で閉店が翌朝4時、夜営業のお店です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。田村屋系のコンセプト、一面一新。今回は2人とも青竹手打ちラーメンにしました。しっかりと味のついたトロトロチャーシュー、うまみが絡み合いながらもあっさり感が強いスープ、青竹手打ちのコシを堪能できる麺、いつも最初の一口目が一番幸せです。二口目を食べてるとラーメン食べてる実感が出て、ラーメンの世界へと没頭していきます。朝日が昇り屋さんのチャーシューは本当に私好みで美味しいです。ひたすらに麺をすすります。幸せな時間の終わりが近づきます。麺をすべて食べ終わってからスープを飲みます。
サイドメニューの餃子。佐野は大きな餃子が多いですが、通常サイズですね。カリッとジューシー、厚めの皮が私好み。何個でも食べてしまいそうです。ごちそうさま。